やっぱり新しい番組もスタートしまして、のっけからいいんですか、そんなね、この話を今日は聞きたいな、嬉しいです、ね、そうです、10月から STB ラジオちょっとね新番組、はい、目玉がありまして、そうね、ちょっと待って、はい、出てきました、小道具をご自身でちょっともう準備してますので、はい、今準備中でございますよはい、こちらです、このように、はい、わかりますか、毎日日替わりでパーソナリティが変わります。 STB ラジオ午後の S ラジカッコ仮、あれでもあれじゃないですか、はい、あの放送の中でのタイトルコールは今みたいなもんじゃないですよね、もっともっとエンジン全開でやってますよねちょっとお願いしますよ、あれを、あら、はい、本当、はい、ポーン、テテ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 、はーい、おマットさんでした、内山よしこです、 STB ラジオカッコ仮あなたの心のエンジンオイルになりたい、今日も元気のリミッター解除中です、おー、ありがとうございます、いいですね、カッコカリーが伸びてほぼカレーみたいになってますもんね、カリーみたいになっちゃってますもんね、そうそう、カレーをイメージしました、あ、イメージしてるんですか、合ってるんですか元気のリミッターは解除中、うん、分かる、リミッター、元気のリミッター分かりますよ、元気のリミッターを解除してるわけ、私は、はい、うん、内山さんいつももうリミッター解除してますもんね逆に内山さんの解除しすぎて多分リミッターが存在しないんだと思うんですよ、そうかしら、ノーリミッター、ノーリミッターでございます嬉しいわ、どこまで、どこまで走るかしら、今日は耐久レースねあの私がねこうやって圧倒されてるの結構珍しいんですよ、普段のドサンコワイドの中でもどっちかというと元気に結構突っ走るパターンなんですけれども、うんうん、あのね、私たち今思ったわ、はい、目力強めコンビね、うんうん、あれですね、僕あの初めてあの入社してニュース読んだ時に目力強すぎてあのネットの意見でも画面割れるかと思ったって書かれてますね、すごい褒め言葉、あなたのお家のテレビの画面割りますよあれそうだよね、ちょっとエンジンかかってきましたよ、来ました来ました、日替わりでパーソナリティが変わりますので、そうですね、日々やっぱりこう違う味、まあ、定食みたいな感じ、日替わり定食の、もう飽きないもう番組になってますよね、すごい、ちょっと例えていいかしら、はい、いいですよ、あら、これ5人パーソナリティでおりまして、月曜日トップバッター飾るのが草野あずみさんです、あの最年少で若手でフレッシュで頑張ってます、あずみちゃんを定食に例えるとオムライス定食です、おー、オムライス月曜日、はい、ね、あの甘酸っぱいケチャップの、ね、味なんかもしたりして、そして火曜日が奈良真奈美さん、もうあの STB ラジオではすごいキャリアがあっていろんな番組を担当しています、ですごくね優しくて包容力があるので、奈良真奈美さんは親子丼、もうあのね溶き卵のように全てを包み込んでくれる包容力、ね、ほっとする味ね、水曜日熊谷さん、熊谷さんはエビチリ定食、どういう意味だろう、その心は、はい、熊谷さんはラジオでね、あの木村洋二さんとやってるごきげん洋二っていう土曜日の番組の中で、この人はすぐに困るとプリップリプリップリって言うんです、声まで似てません、今のめちゃめちゃ再現してるじゃないですかなので、はい、プリップリのエビチリ定食、ちょっとスパイスも効いてる熊谷さんのおしゃべりもお楽しみに、プリプリ、はい、来ました木曜日、まあどうしましょう、なんか私だけ差をつけると申し訳ないので、あのご自身だけ定食値上げするのやめてくださいよじゃあ私は人並みに牛タン定食、人並みじゃないじゃないですかどうでしょうか、いや噛めば噛むほど味が出る、しかもね栄養たっぷりでもパワーもつくし、うん、牛タンだけに舌も滑らかなんてのでも1個だけ聞いていいですか、あの木曜日の牛タン定食だけちょっとあの同じ値段にしたら原価率おかしくないですかちょっとね、でもほら、はい、この木曜日を乗り越えれば週末に行けるっていうことで、そうですね、エネルギー欲しい時ですもんね、そうなのよ、そう、ちょっとギアを上げていく牛タン定食が木曜日、うん、そして金曜日、あね、あれじゃないですか、もうピリッと辛すぎる麻婆豆腐とかそういうのじゃないですか、私ね、はい、思いました、高山幸男さん松前漬け定食、渋っ渋いでしょ、あの松前漬け、数の子が入ってるでしょ、そしてガゴメ昆布、はい、もう北海道のソウルフード、はい、もうガゴメ昆布っていう感じするでしょ、幸男さん、ちょっとでもそれなんかどさんこ市場感出てませんか、あの松前漬けだったらそうそうそう、そういうのもあるし、はい、ご自身の商品出してきてますよねこれね、幸男さん最後ね、ラスボス大賞が金曜日ということで、はい、月曜日から金曜日まで午後の S ラジカッコ管理よろしくお願いします、嬉しい。